はいどうも、アキです、極限デビルラッシュ、絶地獄級に覚醒ヴィーナスパーティーで挑んでいきます。はい、プラスとかは特にいらないんですけど、ちょっとラファエルのねレベルが残念なので、あの297のフレンドを連れて行っています。最低ね HP が 17,000 いくら以上、あのサタンの攻撃受けられれば大丈夫です。はい、それでは挑戦していきます。挑戦、いやこれ割とね覚醒ヴィーナス安定だと思います。はい、こいつの攻撃はですね、残念ながら受けられないので、はい、ですね、2万7000も来るんですね。もう無理なので、ワンパンする他ありません。ということで、バルキリーのスキルを使いたいので、回復ドロップを残しつつ、ドロップ調整。あ、これ、光消えるか。しかも回復も、どっさり消えやがったよ。でももう仕方ありませんね。はい、ということでここで列を組みます。いきます。はい、50% 以下でこいつが来てくれます。ドラゴンタイプ3ターンの間行動不能が来てくれるので、実質ね4ターンあるということですね。ちょっと今のは不運だったのですが、まあ不運でもまあ大丈夫ですよということでね、やってまいりたいと思います。ここで、はい、こいつが溜まるので、まあ、とりあえず 50% 以下にああやってしちゃえば大丈夫なんですね。はい、いきます。はい、という感じで1回は、まあ理想はね、ちょっとさすがにアポロンは使いたくなかったんですが、まあしゃあないっすね。はい、こいつが来ましたね。ケルベルス、絶メタでも何でもいけます。あのスキル全開放していいので、次が、覚醒セレスじゃない、覚醒メフィストフェレスなので、メフィストなのでね、光から始まるので、次はもうナメップで大丈夫です。ということで全スキル開放して大丈夫だったのでね、何が来てもまあ大丈夫なんで、大丈夫ですし、何が来ても大丈夫ですし、ケルベロスはでも何がうざいって闇なので半減してくれません。はい、まあ最高が5200とか、多分ヘボいんだよね。でも攻撃力がで自動回復も2000あるし、さほど気にすることではないかと思います。はい、ではとりあえずお邪魔が本当に邪魔なので消して、オッケー、消してからの、あだ一旦か、まあ、突破できるので大凶のスキル使って突破したいと思います。はい、ちょっと余裕があるならば毒を全部消したいんだけど、まあ、こんな感じで大丈夫でしょう。列強化が8 10個、列強化10個ですね、このパーティー。あ、毒層がまだ降ってくるんだ、忘れてたわ。列強化10個ついています。はい、メフィストさんですね。はい、このお方はですね、12000ぐらいが最高なのかな。はい、なので闇に変わっても受けれるので、ダメージは闇に変わった瞬間にアポロンで倒そうかなという感じでございます。闇に変わった瞬間アポロンで倒したいと思います。でサタンは大凶バルで半分にして、ちょっと貯めて、最後ベルゼブブに参るという感じです。はい。ということで、こいつは、アポロンで倒すんだが、スキルダメとかも大丈夫だから、まあ削るというか、ドロップをいっぱい消すというイメージでやっていきましょう。あのね、この動画撮るにあたって、フレンド化していただいた方、本当にありがとうございました。はい、毎回ね、フレンドさんのご協力によって動画が撮れているのをありがたく思います。ということでね、この暗闇が僕はあまり好きではない。ストレス。
まあね、半減してるからダメージないようなもんだからね、まあ時間がかかるだけで別にストレス感じることはないんだけどさ、何も。ここでちょっと列とか作ってやって、で操作時間延長が全くないのでね、ちょっと辛いところはあります。すごいよね、列作っただけで2倍ってエンハンスじゃん。もう2列作ったら3倍か。やばい、悪魔エンハンスとかキングリン系と同じだけのエンハンス出るってやばいよね、普通に考えて。はい、毒が落ちてくるのがなくなったので毒を全部処理します。この回で、なんか何パー、70何パー以下になったらなんかバインドとか来るんだったっけか。神タイプ3ターンバインド、結構神いるな。はいはい、結構神がいるので、耐久、耐久というかまあまああれ、まあ列回復してもよろしいが、列回復するか。大凶がね列回復持っているので、強えなこのパーティー。それにしても、それにしても強えぞ。自動回復もあって、で貯めるとこで貯めたらいいんだろう、このパーティー。要するに貯めるべきとこで貯めて、戦うとこで戦う。で瞬間火力も出る、耐久できるところは耐久する、瞬間火力も出る。最強じゃねえかこのパーティー。でね、サブの自由度もね、結構僕の中で覚醒ビーナスサブの自由度が割といいなって。もう僕の中で結構スタメンはいつもバルと大凶、この2枚は必ず入れるかなっていう感じ。あとはねほんと自由なイメージがある覚醒ビーナスは。しかも可愛いしね。あ、ずらしちゃった。さあこれで半分いくのか、いかないのか、いかないのか。やっぱ回復パーはね、見てて癒されるよね。何言ってるの？わかんねえわ。そういう感覚全くないのに嘘ついちゃった。はい、じゃあこれで、でも40パー以下になるとめんどくさいからちょびちょび削っていくか。あんまり削りすぎて40何パー以下になると、なんか来るよね、確か。あ、何もしないか。騙し打ち的なやつか。じゃあ一気に40パーまで削る方がむしろいいみたいなところあるぞ。ちょっと一気に削ってみるか。ちょっと貯めといて、光、光貯めといて。おーい、これで50倍以下になると。はい、でここをアポロンで突破していくと。で次のサタンの先生が6300いくらなんだけど、自動回復考えると受けれるから大丈夫と。これ受けれない時は大凶とかで突破すればいいという感じですね。下手くそなコンボですが、まあ2列。これ火力どれくらい出るんだろう。ただの2列。おー、平均60として300、素で360万ぐらい出てたな今の。強えな。素で360万出るとサタンぶっ倒しちゃうじゃん。となってくるとまずいんだが。サタンワンパンするとまずいからな、さすがに。ちょ待ってね、スキル確認するわ。オプションスキル確認オン。大凶って何を何に変える人？闇を光に変える人か。お、こんなもんでいいんじゃない？これで2列ちょいで、2列作ると多分オーバーキルだから、1列ちょいで、大器を使って、1列ちょいでいいわ、多分。
これで多分ちょうど、さっきのダメージ的にちょうどじゃなかったんかい。でも大丈夫、こうやってちょびちょび削っていく方が安心安全のクオリティだな。オッケー、これであれになって、はい、ここからは耐久というか1万7000以上常にキープ、常ではないけどあれが来るときに受けられるようにキープ。くう、やっぱプラス振ってある分にはいいな。ここはちょっと怖いな、いくら半減とはいえども、回復パとはいえども回復が降ってこなかったら怖いぞ。よし、あ、ちなみに自動回復2000あるんで次の攻撃は受けれます。でこれ多分ねリーダーフレンドにはバインド来ないんだよこいつで。回復力も鬼高い4250215。基本アポロン以外は全員回復タイプだし、アポロンも回復力高いからな。すので、次ワールドエンドが来るのでしっかり回復すると。いやー怖え、あ、斜め失敗。おお、回復剣といてほしかったな、置いといてほしかったな。もうだから回復に2回コンボ入れれば回復が追いつくということだな。余裕があるときは列とかも入れていくか。ちょっと大あれちゃんがバインドされてるときだけど、はい、で自動回復あるからここはじゃあ回復ドロップを置いといて、回復ドロップ置いといて、よし次列作ろう。鉄橋持ってないやつにバインド来い、ナイス。はい、で回復ドロップ置いといて、完璧だ。ドロップマネジメントが消えちゃったけど、はい、で回復。いや簡単だね、実に簡単だね。うーわ、ここ耐えるか。よし、これで突破したかな。オッケー、でバインドが解けて最後ベルゼブブが来るんですが、これを全ドロップを回復にして、それを攻撃耐性光でして、それをはい光の、あ、そうか、これ動かしてもあれにならない花火で、光の花火で最後ワンパンしますと、落ち込んなしでちゃんと倒せますと。はい、ということでね、あのデビルラッシュは非常に覚醒ヴィーナスでこのように簡単に周回することができるので、皆さんぜひぜひ試してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。アディオス。